はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はちょっとキャッチーなタイトルつけさせていただいたんですが、海外物販についてのもちろんお話です。こういった時期だからこそ改めてめちゃめちゃ手前味噌なんですけれども、海外物販って素晴らしいなと顕著に如実に人どに感じているという話なんですよね。要するに遠隔操作に初めから特化しているんですよ。もう初めから自分がどこにいても大丈夫なシステムがデフォルトで存在しているのが海外物販なんですよ。で、例えば中国輸入とかだったら、場合によっては自宅に商品を入れて出しましょうねなんて塾あったら、自宅に自分がいなきゃいけないじゃないですか。日本に自分がいなきゃいけないじゃないですか。で、日本アメリカのアマゾン輸出の塾とかもありますけど、そもそも日本にいなきゃいけないじゃないですか。だって自分が日本でどうやってこうやってでアメリカに商品を送るってわけですからね。っていうと、いろんな物販塾っていうのはありますけど、海外から仕入れて海外に売る、しかも別に日本経由しなくって日本の上空を代行会社さんに頼んで送っていただく荷物がふんって飛んでくような遠隔操作に初めから特化した物販って実は結構少ないんですよね。三方よしで堅実な物販を体現していくっていうことを一番に、皆さんと一緒に仲間作りという意味で、要するに教祖になるつもりはないんで、信者作りをしてるわけじゃないんですよ。新興宗教カルト教団ではないんで。だから生徒と自分が同じ輪の中で一緒にどんどん進んでいきましょうっていう感覚でやっている人間っていうのも、単純にネットビジネス界には少ないし、結局教祖様になりたい人多いじゃないですか。自分が輪の中心にいてチヤホヤされたい人っていうのが、ほとんどですよね、ネットビジネス界のやからって。とにかく月1でこっちに戻ってくるぐらいで、基本的には安全な国に逃亡していればいいわけですね。逃亡っていうと聞こえは悪い気ですけど、普通な言い方すれば移住ですよね。すればいいわけですよ。で、皆さんも大切なご家族を守りたいのであれば、一朝一夕で物販っていうのはできません。魔法じゃないですから。やっぱり地味に地道にしんどい作業も含めて楽しんで、何ヶ月も何年も続けていって、それでもうガチッとした土台、礎っていうのを築いて、完全に経済的、精神的、時間的にフリーになる。さらにそれプラスアルファ、時間的にフリーになる、経済的にフリーになるっていうのは、それとプラスアルファのこととして場所的にもフリーになる。物理的にもどこに住んでてもいいよっていう状況にもフリーになるっていうのが海外物販の特徴なんですよ。どのビジネスだって経済的に精神的に時間的にフリーになることっていうのは達成できるんですが、ビジネスの種類を選ばないと場所的にフリーになることはできませんと。中国輸入とかアマゾン輸出とかだって、やり方によっちゃね、別に自分がいなくてもいいよっていう状況には持っていけると思うんですけど、初めからそれができるのは海外物販なんですよ。数少ないそういった商売なんですよ、海外物販っていうのはね。物販の商売の中で、初めからデフォルトであなたがどこにいてもいいですよからスタートできるんで、海外物販っていうのは。そのトランプ政権どうこうだとか、コロナウイルスがどうこうで、中国大丈夫かアメリカ大丈夫かとか、わーわー言ってますけど、というかそもそもコロナウイルスよりもアメリカのインフルエンザの方が今とんでもな数になってますけれども、死者がね。どのような経済的な波、経済的な障壁に対しても、自分たちっていうのが動じないようなスタンスっていうのを持ってる。じゃあそのスタンスって何かっていうと、個人ということなんですね。個人であれば、企業で何百人何千人と従業員がいるところであれば、いちいち戦略を変更するのに、戦略会議を開いて何週間も時間かけて上に反抗してもらってって、そういう時差があるじゃないですか。でも個人のセラーでやる商売っていうのは、自分の一存でいくらでも方向性を変えていけるわけです。臨機応変にね、瞬時に。だから経済的な波に対しての順応性がある。これはダーウィンの進化論に書いていた通り、最終的に生き残る人っていうのはその変化できるものなんだと。正確に言うと、その変化に対応できる、順応できるような人っていうのが生きていけるってこと。じゃあ順応できる人って何って言ったら、そのでっかいガチンとした組織、素晴らしいですよ。会社というのは利潤を生み出すための大きなシステムですから、集積回路ですから、会社って本当素晴らしい存在だと思うんですよね。でも個人で動けるのであれば、個人で動いた方が柔軟かつ、いろいろな変化にすぐに対応できるようなビジネスができる。だから海外物販を個人がやる、これって最弱こそ最強だと思うんですよね。個人だから最弱って思われてるかもしれないですけど、最弱だからこそ、一人だからこそ、個人だからこそ、すぐに変化に対応して動くことができるんで、最強なんじゃないかなって思ってやまないし、数ある数多ある物販の中でも
なかなかレアなものかなと思います。ゆくゆくはじゃなくて、初めからですからね。初めからどこに住んでても、カリキュラムもできますよ。で、その初めから、初回のテストマーケティングから、別に日本に住んでいる必要すらないですよっていうモデルですから。そういったことっていうのは、今後もちょっとアピっていければなと、改めて感じました。とはいえ、今現在、ご家族がいて、でその日本からいきなり離れるって言ってもね、お子さんいる方であれば小学校どうすんだ中学校どうすんだっていう話だと思いますし、そんな家族一家でね、いきなりじゃあ明日からどっかヨーロッパに逃げようとか、そんなできることはなかなか現実的にはないとは思うんですね。ただそれがやろうと思えばできるよっていう状況に持っていくだけでも精神的には非常に救われると思うんですよ。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。海外物販講師の黒澤敦がお届けいたしました。では失礼いたします。